ね、ハイクオリティ。皆さんこんにちは、モンブランです。今日はね、ハードオフに行ってきて、すごいものを見つけたので買ってきました。それがこちら、ハイクオリティ 3D オプチカルマウス USB。 なんとこれ新品未使用で380円です。これね、ハイクオリティ、高品質ですよ。もう期待できますね。プラグ&プレイですね。あとなんだろう、これなんか書いてありますけどわかんないですね。で、ほら、デザインドフォー Linux Windows 2000 ME XP Vista Windows 7って書いてありますね。ちょっと古いのかなこれ。で、ここを見ると USB タイプ、モデルは MI-07。 どこのメーカーなのか、メーカー名が書いてありません。大丈夫なのかな。一番不安なのはね、こいつね、こういう風に陳列してあって、中身全く分かりません。まあね、まあそうは言っても、まあ新品未使用ですから、そこそこいいんじゃないかなと思うんです。ただね、ちょっと不安な点が一つあります。まあ言っても俺ってブルジョワじゃないですかね。普段ね、金持ってるんで高級マウス使ってるんですよ。これエレコムのね、ちゃんとしたメーカー品の税込み800円のね、高級マウス。この380円のこんな安物とはね違う、800円もする、倍額以上するねマウス使ってるんで、ちょっと不安かなと。ただこいつもね、もう5、6年使ってるんで、ホイールのね感触がおかしくなってきてるんですよね、ここね。まあそんなこと言っても、モンブランさん、あなたは自作派なんでね、自分で直して使えよって言われると思うんですけど、それはごもっともなんで、それはまた後日これ修理してみたいと思います。まあね、ちょっと庶民のね使ってるマウスっていうのを使ってみたくてね、もうブルジョアだからちょっとこれをね買ってみました。開けてみましょうね。さあ、どんなマウスが出てくるのかな。まあ予想は同じ真っ黒のただの光学マウスじゃないかなと思うんですけど、そんな凝ったものではないはずです。ででーん、出ました、マウスですね。ちゃんと380円の割には袋に包まれてます。取説とか一切なしですね。出ました。いやー、なんだろうこれ、ここクリアになってます、透明なんだ。お金なかったのから透明になったのね、色つけれなかったのかなとか言ってそんなことないよね。でもね、なんだろう、なんかわかりますかね、ここもうなんかいきなり曇っちゃってるっていうか、これ何、接着剤かなんかが漏れてる感じ。でも持った感じはね、すごく軽くていいですね。これ裏面ですね。裏面見てもメーカーわかりませんね。ただメイドインチャイナって書いてありますね。チャイナ製ですね。まあまあ、エレコムのね、メイドインチャイナなんですけど。大丈夫かなこれ。ちょっと繋いでみたいと思います。お、繋ぎましたよ。さあどうでしょうかね。あ、すごい、これほら中が光って見える。これ結構いいんじゃないですかこれ。あ、動きも軽い。あ、ホイールもいいなこれ、クリクリ感が。
あ、でもな、素材が安っぽいな。まあ、でもクリックした感じはね、あ、悪くないですよ。クリック感がきちんとあるし、オイルもね、クリック感があります。いいですね。なかなかこれよ、いい買い物だったんじゃないかなと思うんですね。ただね、ちょっとやっぱりね、見た目が安っちいです。こういうところにちょっとプラスチックのね、ひけがあったりね、曇りが新品なのにあるっていう感じでね、果たしてこのハイクオリティとは何だったのかって感じですね。やっぱりね、この800円のマウス800円、大して変わんないですわ。まあ、ということでね、今回ハードオフで掘り出し物の380円のマウス、かっこいい、ほら単に透明にしてるだけだけどねなんかかっこよく見えるマウスね、入手できました。ラッキーでした。ちょっと今 Windows にさしてみてね、きちんと認識してるようなので、今後はこれ使っていきたいと思います。以上でね、今回の動画は終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それじゃあ、またねー。